簡単にできてカチッと閉まる箱の折り方をご紹介します。蓋は押して広げるの2ステップで開きます。そのため薬などを入れておくのにもおすすめです。いろんなサイズができるので使い道も豊富です。こちらは15センチ折り紙2枚で折りました。 A4 サイズ2枚で折るとこの形。自分で好きなサイズの箱を作ることもできます。今回は15センチ折り紙で折りますが、 A4 コピー用紙を半分に切った A5 サイズ2枚でも折りやすいです。まず外箱から折ります。半分に折って開きます。4分の1の印を紙の両端につけます。今つけた印まで折り上げます。そのまま半分の折り筋に合わせて折ります。上下の向きを変えてさっきの印に合わせて折ります。下にあるひだと同じ位置に印をつけます。印から谷折りにします。上のひだを一つ開いて四つ角を折り筋に合わせて折ります。半分に畳んで写真のように途中の折り筋まで斜めに折ります。裏側も同じように折り筋をつけます。全部開きます。斜めの折り筋に合わせて上下を折ります。
外箱の折り筋が完成しました。次に内箱を折ります。紙がカールしやすい方向が分かれば、この向きで折ってください。途中で細く折る部分があるので、そこを折りやすくするためです。外箱と同じように印をつけます。同様に印まで折り上げて、さらに半分まで折り上げます。写真のように斜めの折り筋をつけます。裏に返して斜めの折り筋に合わせて上下を折ります。上から2本目の折り筋に合わせて折り上げます。下に現れた折り筋に合わせて細く半分に折ります。ここはとても細いので時間をかけて丁寧に折ってください。箱にしていきます。斜めの折り筋をたたんで両端を裏にたたみ込みます。外箱の斜め線もたたんで起き上がった部分を内箱に差し込みます。やりやすいように少し広げても構いません。ここで外箱に合わせて内箱に折り筋をつけます。左の箱を右に倒して、まず一番右の折り筋に合わせて折ります。次に折った部分を中箱の折り筋に合わせて折ります。これは内箱を外箱より少し小さめに作るコツです。外箱の角を畳んだ部分に内箱を差し込みます。内箱は短いので外箱の奥までは差し込まないでください。両側を内箱の後ろに差し込みます。まず一旦形を作って落ち着かせます。内箱を少し持ち上げて隙間に差し込みます。反対側も同じようにやってみてください。完成です。
閉まりすぎて開けづらいときは調整方法があるので最後にご紹介します。その前に箱をもっと丈夫にしたい方におすすめの方法をご紹介します。白い部分にカットした厚紙を入れます。全体に入れなくてもここだけでかなり丈夫になります。開きやすくするための調整方法は、まず細い部分をのり付けします。さらに開けやすくしたい場合は、たるんでいる部分や引っかかる場所をのりやテープで留めます。全部留めると閉まらなくなってしまうので、少しずつ調整しながらやってみてください。